昨シーズンで5年周期を終わらせ、今シーズンは J1 定着へ向けた新たな歴史を刻みたいアビスパ福岡、ホームで迎える開幕戦です。一方、昨シーズン J2 で優勝し、今シーズンは3年ぶりの J1 に帰ってきたジュビロ磐田、絶対に1年で逆戻りしない、そしてさらに上を目指すためにも大事な開幕戦です。まあ、福岡新加入という点では、あの右のサイドバックに前島、横浜 FC から入りました、はい、あとはルキアンというところなんですが、まあ、おおむねこう昨シーズンの主力が残っているという流れです。そんな印象ですかね。そうですね。磐田のスターティングメンバーも改めて予想フォーメーションでご紹介します。まあ、こちらも基本的には、まあ、もちろんルキアンは抜けたんですが、ある程度こう主力も残りながらというイメージはあります。はい、遠藤からのボールと大森、狙っていったんですがクルークス拾い直す。そして前島、田辺、いやこれ山岸うまくつないでいく。山岸だ、山岸、もう一投、山岸、アピールしているようですが、そうですね、これは繋がりませんでした。いや、素晴らしいですね、ルキアンですね、今ね、はい、ディフェンスから奪って、そしてクルークスだ。さあクルークス、クルークス、クルークス、今日一番福岡のサポーターを沸かせるクルークスの低い弾道でのシュートでしたが、いや今のは中田さん惜しいシーンでした。この右足ですね、このターンから、まあ、シュートは、まあ、キーパーはブラインドになったと思いますし、はい、まあ、キーパーから三浦からすると、まあ、見えなくつらかったと思いますけども、まあ、完璧なコントロールターンからのシュートでしたね。さあクルークスからのボール、金森、金森、三浦がセーブです。まだコーナーキックは続きます。まあ、こぼれ球に対してうまく反応しましたね。コントロールでかわした後ドライブかけながら、重厚感のある攻撃、この辺り時間帯が続いている福岡ですが、磐田もしのぐ。田辺からのボール、これおっと金森に入った、金森かわして戻して前島、新加入の前島やりました、アビスパ福岡先制、前島です。いきなり強烈に福岡の前島としてのアピール弾、1対0、新戦力がいきなり結果を出しました。そうですね、まあ、このパスと、まあ、この切り返しで時間作りましたし、この時にうまく侵入してきた、でこうキーパーがブラインドになったのもあったと思いますけども、はい、ここをこう強く打つというよりかはしっかりこう面を作って、うん、まあ、インサイドにしっかりコースに流し込む、はい、まあ、キーパー三浦からするとブラインドになって見えなかったと思いますけども、ここをまあ吹かさず打ったってところと、うん、やっぱ攻守の切り替え早くしてこう厚みのある攻撃ができてたので、はい、サイドバックがやっぱここでプレーできたってところは、まあ、福岡のこう大きな強みになったなと思いましたね。クルークス、まあ、この辺のセカンドボールが福岡ねうまく拾えてますよね。杉本サロウ前、そしてクルークス、ここでクルークスのボールが入ってくる、ルキャー、ちょうど三浦がわずかに触れないようなところでしたが、最後はルキアン、まあ、ルキアンからすると三浦が触るんじゃないかなって多分思ったと思うんですよね。あ、小川大輝、んとこれジャミーン、ジャミーン、ジュビロ磐田追いついた、こちらも新加入のジャーメイン寮で1対1、大きなこれは1点追いつきました磐田です。最後はジャーメイン寮、ま
コントロールからシュートまで早かったですね。勝利目前という中で追いつかれましたが、価値ある同点弾です。まあ、これコントロールしてからシュートまで非常にこうスムーズでしたし早かったですね。はい。まあ、福岡からするとこのボールがもう足元に入っちゃってるので、どうしてもこう飛び込めないってところあったと思いますし、まあ、ディフェンスがアプローチかけてシュートコース切る前にシュートを打ち切ったところ、まあ、飛んだコースも素晴らしかったですし、やっぱペナルティーボックス内でシュートを打つと、まあ、こういうことが起きるなって感じしますね。よく逆に岩田は、まあ、この流れで追いつけたなという気がします。サーフワンマー田中達也だ。ただ福岡ももちろん時間がある限り再度勝ち越しを目指す。フワンマー、おっと三浦抑えた。ファンマー、まあ、ファンマがこうボレーシュート打つ瞬間にもう多いもんね、体寄せましたよね。それでしっかり打つことはできなかったと、はい、前からのボール流れてあと押し込めない。そして今試合終了の笛です。1対1、アビスパ福岡対ジュビロ磐田 J1 リーグ第1節の開幕戦は引き分け勝ち点1を分け合う形となりました。